ただいま。やっぱり自分が生まれ育った町ですし、仙台の町並みを見るとやっぱリラックスできるなって思います。よく遠征とかでいろんな町に行ったりとかで、実際海外とかにも住んでいる時期もありましたし、ただやはりその中でもこの仙台っていう地の空気感であったりとか、あとは緑が豊かなところだったりとかで、そしてその中にも観光できる場所があったりとか、なんかその共存性だったりとかバランスがとても良くて、やっぱり仙台っていい場所だなっていつも思ってます。僕瑞鳳殿が好きで、であそこのなんだろう、丘ならではの風景だったりとか、でそこに流れている広瀬川の豊かさであったりとか、そういったことを感じるのがとても好きですね。本当に仙台の中心にあるのにもかかわらず、あそこだけ空気が本当に一変して自然を豊かに感じられる特殊な空間かなって僕は思います。でちょうど修復作業とかもまた改めて行われて、で本当また綺麗になって、見応えのある場所ですし、ぜひ足を運んでいただきたい場所の一つです。伊達政宗が好きな方も、ただ仙台に興味を持って来てくださった方も、ぜひぜひ青葉城とともに回っていただきたいところの一つです。仙台市営地下鉄東西線の国際センター駅のところに、荒川静香さん と、僕のモニュメントを作っていただいて、でまたそこに手形のコーナーなんかもあったりして、そういったところで皆さんが楽しんでくださっている情報なんかを見るととても嬉しく思いますし、僕の場合は、ショートプログラムの、手を挙げる最後のポーズなんですけど、なんかそれを真似される方もいらっしゃいますし、僕はあそこで荒川さんの稲葉を真似したいなって思ったりもします。あと自分の手のひらこんな大きさだったなって思って実際はめてみたら、 あんま変わんないなっていう絶望感を味わいたいです仙台は五色沼っていう日本フィギュアスケートの発祥の地と言われている場所があって、小学生の時代とか中学生の時もそうなんですけど、その五色沼でフィギュアスケートが始まっているっていうことについてやっぱ調べて、ちょっとなんか作文とかにしたりとか資料を作ったりとか、自分がそのフィギュアスケートの歴史を調べていくときに仙台という土地が出てきて、そこに五色沼があってっていうのが、なんだかフィギュアスケーターとしてとても誇らしくて、アイスリンク仙台は、まあ、今の形ではなかったんですけど、やっぱスケートリンクっていう非日常の空間の中で走るとか歩くとかではなくて滑るっていう新しい感覚がすごく新鮮だったんだろうなっていうのは思います。正直僕自身もまだ4歳だったんで、あんまり記憶が鮮明にあるわけではないんですけれども、姉に追いつきたいなって思って、姉と同じことがしたいって、ただその一心でスケートを習ってここまでやってきたなって思います。やっぱり、まあ、自分にとっては、まあ、ある意味原点ですし、まあ、自分のなんか人生がある意味そこで決まったような始まったような地でもありますね。よく僕自身も遊びに行くというよりはスケートの練習をしに行くっていうイメージがとても強くあります。朝の練習が終わって、夏休みなんかだとそのまま長北公園に行って、
走り込みをしたり腹筋をしたり遊具を使って遊びながらもトレーニングをしたり、なんかそんなことの記憶がすごく強くありますね。ちっちゃい頃補助輪をつけて頑張ってそこで外そうと努力をしていた時代もありました、はい、外してちょっとは多分一瞬乗れたんですけど、その後乗る機会が全くないのでもう乗れないですね。あとはオリンピック2連覇をした時の記念として桜の食事をしていただいたのも本当に自分にとって特別な記憶の一つです。仙台という土地柄自体もとても四季を感じやすい場所なのかなって僕は思っていて、やっぱり四季折々いろんなフェスティバルだったり祭りがあることによってその仙台が色づいているんだなということをなんか改めて感じていますし、本当に仙台独特な感覚なんだろうなっていうのを思います。小さい頃から何度も何度も足を運んで七夕飾りを触れたりとか風になびいているのを見たりっていう記憶はすごく強くあります。瑞鳳殿が僕の生命の衣装をモチーフとした飾りを出してくださったのもとても嬉しかったですし、なんかそうやって自分の生命というものがで仙台のその大切な七夕祭りっていうものに関わっていたりするとやっぱなんか自分頑張ってきてよかったなって思いますね。ちょうど欅が葉っぱを落として、でそこに葉っぱが落ちたところに夜は光が灯って街が色づいて、でそのライトがとても心を温かくしてくれる、そんな風景を作り出す素敵な街並みだなっていつも思ってます。ちょっと光のページェントの景色に思いを馳せたりとかすることも、なんか僕は仙台の景色の中で一番好きな景色なので、ぜひ心の温まる瞬間を楽しんでいただけたらなって思います。仙台城跡といえば騎馬像っていうイメージがあると思うんですけど、2022年の地震で騎馬像自体足が折れてしまったりだとか修復作業があって、で翌年にはまた仙台城跡に戻ってきてくれて本当に心から良かったなっていう気持ちがありました。あそこに伊達政宗公の騎馬像があるからこそ、あこの青葉山にお城があったんだなということを感じられてた一つの仙台のシンボルだったので、戻ってきて本当に良かったと思ってます。八木山動物公園は僕幼稚園の頃とかに幼稚園バスで連れてっていただいたりとか、一番印象に残っているのはフレリードッグっていう動物をその頃知らなくって、で写真がその展示のところの横に立ってて、こんな可愛い動物いるんだって思って待ってるんですけど、穴から全然出てきてくれなかったっていう記憶が僕はちっちゃい頃ありますね。見たいなって思ってずっと待ってた記憶は強くあります。あと海の森水族館の方にもアクセスがしやすくなったと聞いていて、でそういうところにもやっぱり皆さんが足を運べるようになったっていうことはとても嬉しいですし、僕もいつか東西線乗っていろんなとこ巡りたいですね、はい、仙台って森が豊かで緑が豊かなのと同時にやっぱり都会でもあるので、とても夜景が綺麗で、電波塔の光のライトアップの仕方だったりとか、また
夜ならではのにぎわいとかもある街なので、ぜひぜひそういう情報を仕入れて、ぜひ仙台の夜の街も楽しんでいただけたら嬉しいです。野球だとかサッカーだとか、あとはバスケットボールだったりとか、そういったスポーツをはじめとして、そして今バレーボールもそうやって、プロのスポーツ選手が出ているっていうのは、本当にあの仙台のスポーツの盛んなところが出てるなって思って嬉しいですし、漫画配給だったりとか、そういった中からあの仙台にこんなスポーツがあるんだなって思っていただけるようなきっかけがたくさん増えてるのはとても嬉しいです。やっぱり東日本大震災の時は、まあ、練習拠点であるアイスリンク仙台にいて、でそこで練習をしていて、あの非常に大きな地震が起きてびっくりして、足がすくんで本当に大変だったなっていうのは、今でもアイスリンク仙台に行く時に思い出しますし、今でもあの記憶は、本当に仙台市民にとって本当につらい記憶になってるなっていうのは感じてあります。ただその人それぞれがそのつながっている、人間一人一人がつながっているからこそ、絆があるからこそ、あの立ち上がっていけるんだなということを改めて感じた出来事の一つでもあります。実際に、復興は随分進んでいて、で観光スポットとかもできたりとか、改めてその沿岸の地域が開発されて新しくどんどん街が進んでいく中で、もちろんなんか取り残されてしまっているっていう方もいらっしゃると思います。そういう中で震災以降だったりとか、そういった場所をまた訪れていただいたりする中で、いろんなことを思い出していただいたり、何か感じてもらえると嬉しいですね。まずは最初のソチオリンピックが終わった後のパレードの時に、僕はソチオリンピックで何か直接手助けできたわけじゃないんだっていうことを、すごく無力感を感じながらオリンピックを過ごして、で最終的に帰ってきた時に、そうやってパレードをしていただいて、たくさんの方々がありがとうって言ってくれて、おめでとうって言ってくれて、でその中で、あ、なんか僕はやっとちょっと恩返しができたのかなということを感じていました。でそれから4年後にまたその10万人以上の方が集まってくださる2連覇おめでとうのパレードがあって、でその中でもちろん仙台の方々が喜んでくださったり、宮城県の方が喜んでくださるのももちろんなんですけど、その中に世界から来てくださる方々もたくさんいて、それでもそのゴミが少なかったりだとか、逆に綺麗になったよっていう声が上がったりとか、なんかそういうのがまた、なんか僕自身が歩んできた道のりが間違ってなかったんだなっていうことをなんか感じさせてくださる一つの大きなイベントでした。まあ、この仙台の地に実際に足を運んでくださって、でその仙台の空気感を感じてくださったのはやっぱ嬉しかったですね。なんか仙台ってやっぱり独特な形をしていて、そのやっぱり山の方まで仙台だし、沿岸の方までずっと続くのも仙台だし、で真ん中のこういう都会だなって思えるところも仙台だし、なんか全部総なめしていただきたいですね。やっぱそれが一番僕は仙台らしい楽しみ方だと思うし、この、特殊な地形だからこそ、山の方の温泉から、都会も味わい、で最終的になんか美味しい海鮮を食べて、またこの町に帰ってきたいなって思ってもらえると嬉しいですね。やっぱり僕自身がこの町に帰りたいって思うように、また仙台が世界の中でも一番帰りたい町になってもらえたら嬉しいなって思っています。ぜひ一度だけでなく何度も通いたいなって、帰ってきたいなって思ってもらえる町なので、あのいろんなことを仙台で感じてもらえたら嬉しいなと思います。ただいま。ただいま。おかえり。
ただいま。ただいま。おかえり。ただいま。ただいま。おかえり。ただいま。ただいま。おかえり。